こんにちは、ももあんのももです。今日はタイトルにもある通り皆様にご報告があります。ジュリアンがコロナに感染してしまいました。その影響で今現在は動画の撮影や編集がストップせざるを得ない状況になっています。 YouTube を始めて、5ヶ月ぐらい経つと思うんですけど、今まで1週間に2本とか、最低でも1週間に1本はずっと動画をアップしていたので、それが急にピタッて動画がアップされなくなると、ずっと見てくださってる視聴者の皆さんが、心配すると思うんですよ。私たちはこうカップルというか夫婦でチャンネルをしているので、急に2人の姿がねアップされなくなったら、あれ、なんかあったんじゃないのってちょっと心配されるかなと思ったので、お休みをする前に報告しておいた方が皆様にねこうご心配をかけることがないんじゃないかと思って、こうやって報告させてもらっています。この動画の後ですね、おそらく2週間ぐらいは動画のアップがされなくなると思います。実質お休みするっていう形になると思います。ジュリアンは現状、先に言っておきますけど、今のところ病院で入院するほどの容態ではなく、自宅で療養してます。で、初期症状は喉痛から始まりました。朝起きたらちょっと喉が痛くって、食べ物が通らないと言いますか、ちょっと食欲の低下もあって、だるさとかしんどさはその時はまだ全然なかったんですけど、風邪かなっていうような症状でした。でもこんな時期ですし、一応コロナテストをした方がいいかなってことで、セルフでできるキットを買ってきて自宅でチェックしました。で、その時は陰性だったんですよ。で、2人で陰性やったらってことでそのまま様子見てたんですけど、翌日になって急に容態が悪化して、もう何ですかね、歩くのにもやっとと言いますか、歩くのに物を伝って歩かないとこう呼吸がしんどいぐらいにまでなって、これはちょっとってこと でそのまま病院に行ったんですよね。で、病院でもちろんコロナのテストをして、で、その結果陽性でした。セルフチェックをするタイミングが早かったのか、セルフチェックはね、言っても 100% じゃないってこともありえるのでどうか分かんないですけど、病院でやったらもう陽性ってことだったので、その日から隔離生活が始まりました。とは言っても私たち一緒に住んでいるので、完全隔離っていうのはなかなか難しくって、で、ジュリアにはっていうか自分のお部屋にちょっとこもってもらって、で、食事は私が全部部屋まで運ん でトイレと洗面だけマスクを装着してジュリアンは使うっていう形にしてます。で、ジュリアンが触れた場所とかはもう徹底的に消毒するようにして、私には感染しないようになんとか努めてはいるんですけど、そのおかげもあってか今のところ私には症状もなく過ごせてます。一応電話で、その私は濃厚接触者になるじゃないですか、だから濃厚接触者としての対応といいますか、どうしたらいいですかって電話で問い合わせたところ、今のところ症状がないのであれば私は特に何もしなくていいという返答だったので、チェックを受けることもなくそのまま普通の日常生活を送っています。今のところ何もないですね。ただジュリアンはまだちょっと私から見ても顔色も悪いし、まだちょっとしんどそうで、食事もまだ全部食べれない感じで、呼吸症状はもう収まってきてて歩く分には支障ない感じで回復してると思います。で、熱は、ワクチンを2回打ってるせいもあるかもしれないですけど、熱は出てません。症状としてはその喉の痛みが一番辛いのと、あととにかく体がしんどいというかだるいって言ってました。で、このままね、何事もなく回復傾向に向かってくれればいいなと思ってます。
ジュリアンとね、また楽しく撮影ができるようになるまではしばらくお休みすることになると思うので、次の動画がアップされるまで少しお待ちください。以上、今回のご報告でした。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。